はい、どうも、こんにちは。はい、こんにちは。さあ、ちょっと今日はいろいろ聞きたいことがありましてですね。すごい話を聞いたんですよ。なんとですよ。まあ僕なんかはしたことがないんですけど、小池さん、この間、お寿司を食べられたそうで、まあ寿司なんかはまあまあどこでも食べれるんですけど、どこで食べたか言ったかとですね、家の中で、なんと、寿司職人が来て、そこで寿司を食べてきたという、そういう話をちょっと今日聞いていきたいと思うんですけど、まあ、ぜひね、今日この動画が面白いなと思ってもらったら、グッドボタンとちょっとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。お願いしはい。ます。さあ、どんなところで、ちょっと食べてきたのかっていうのをちょっと教えてもらえますか？家の中で見ると。やるから、やるから、来てなーって言われて言ってんけど、大阪、僕、関西なんですけども、はい。有名なね、神戸の芦屋というところでね。はい。芦屋って、わかるやん。お金持ちの町ですか？そうやな、もう大きな家しかないようなお金持ちの町で、でそこに最近家を建てたね、はい。知り合いの社長がいまして、はい。で、彼の家に行って、寿司パーティーするから言うて、寿司パーティー何やそれって言うたら、いやいや、何もせんでええから、勝手に握ってくれるから言うて、で行ったら、最近建てた恐ろしい豪邸に入はらせてもらいまして、い。何億したか知らんけど、すごい家ですわ、なんせ。で、そこで寿司職人を呼んで、で、はい。はい。はい。職人やから、いろいろテレビで見たことある人もいると思うんで、それはそうなんやけど、そこは子供もいっぱい参加してたんでね、おお。回転寿司で回転寿司の機械も来てて、ええ。機械が来てて、そこで寿司は回って子供がワイワイやってんのよ。すで、ご。大人もそれ見ながらワイワイやってるというね、僕らも行って。で、ちょっとその時の写真と動画がちょっとあるみたいなんで、ああ。モザイクかけながらですけど、ちょっと一回、視聴者の皆さんにちょっと見てもらいましょう。ははい、い。では、どうこちぞ。らです。どうぞ。どうぞ。あ、じゃあ、取っとくわ。取っとくわ。持ってない。これ。はい。みたいなどう感じなでんですすか。ね。いやー、やばいっすね。あれ、あんなでっかいのが来てたんですね。そう周そう、りに。俺見てびっくりしてん。もっと。本気やん、思って、本気の湧き出て。もっとちっちゃい、なんか可愛らしい感じのやつなんかと思いましいや、だから俺も普通に寿司職人は握るだけなの、3人もおるから、なぜ3人もおるのかな思ったら、回転寿司なの俺って分かった。その時分かってんけど、あ、そういうことか、言って。子供はキャッキャッキャ楽しんでたみたいですね。まあ子供は楽しいでしょうね、あれ、あ、家であるからね。で、大人は、ぼちぼち食べながらという感じで、違うもんつまみながらシャンパン飲んでみたいな感じでね、スタートは。ネタはどんなんがありました？いや、もうほぼ何でもあったよ。炙り系もあったし、マグロもトロも全部あったし、で、イカもエビも、アワビもあったで。で、おお。イクラも当然あったし、ウニもあったし、アナゴもあったし、もうその、何、基本的なやつは何でもあったで。めっちゃ品揃えすごいですもうね。タイもあったし、キンメもあったで。そんだけ、用意するじゃないですか、ネタを。全部やっぱ職人さんが八方とかいろんなものに入れて、その場で、要はネタとしては大体ほとんどのも切ってきてるけど、ネギトロとか、巻きもんとかはその場で切ってやっとったね。叩いたりして。すっげえ。で、それ俺らは適当に食っとったね。まだいっぱいあったで、種類忘れた。でも今出てきた中でもそんだけあるってことは、まだ多分ちらほらもっといろんなネタあっあるたんとで思すうで。あったと思うで。驚いた時も甘エビ食べてなくなったわ、言われたもん。ええー。そう。すごいな。こんなの家でやるって、まず発想、まあ発想があったとしても、それなりの広さの家じゃないと、無理っすもんね。酒を取るもんじゃないけど、酒もワインとね、日本酒と、それとハイボールを響きでやってましたけどね。うわ。ええやつですね。ええやつっていうのは僕でも分かりええやまつ。だからもうええやつばっかり、だからもうななんかもう、だってええやつばっかり。もうええやつばっかりで、ガンガンやってましたけど、わ。すごいっすわ。ちなみになんですけど、はい。おいくらぐらいあれ呼ぶのにかかるとかって分からないんですか？いや、聞きたくないから聞いてない。まあでも結構しますよね。それするやろ。あんだけのネタと機械と職人の人件費とかでも考えたら、あれって安結くは構、ないと思うで。
ですよね。安くはないよな。全員で大人だけで十何名おるわけやんか。あ、そんなにいたんですか。おるやろ。だって、うん、大人だけで12、3人おるから。めっちゃおる。大人12、3人、子供が10人ぐらいおる、12、3人子供もおるから。20人以上のパーティーやったんすね。せやな。うわ、それが食べるだけの寿司と、恐ろしいっすね。恐ろしいな。ほんで、生ビールはビールサーバーがあるから、サーバーで気合入れてたから。お前の好きな、シリの好きなビールは、生ビールでちゃんとスーパードライがあるから。それ、何すか、持ってきたんですか、それも。常備したんだよ、家に。意味がわからん、なんじゃそりゃ。いつ行ってもあんねん。いつ行っても、俺もよ、たまにちょこちょこ行くねんけど、パーティーがあったら行くねんけど、いつもビールはサーバーがあるで大丈夫。サーバーがあるってことは、ほんならもう、樽も家にあるってことですか。そう、普通にあるから。はい。で、なくなったら、入れ替えてないって、プシューって、俺、入れ替えやってる人はわかるやん。はい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 。こう、な、炭酸閉めて、こう、あれ、ふたし、プシューって、くるっと回って、パーンと開けて、新しい入れて、で、ちょっと、最初、泡だけ出してみたいな。はいはいはい。あんなん家に置くもんなんですね、置く人。知らん、聞いて、本人に。コウジさんが知ってるのは、それあるの、その家だけですか。いや、あった人は、おったようなおらんような、忘れたけど、なんかどっかにもあったよ、そんなん持ってる人。チューハイのサーバーとか持ってる人だったね。羨ましい。いつでもピュッてひねりは出てくるんですよね、生ビール。ただ掃除もさなあかんから大変やで。はい。掃除もしやんとあかんし大変やで。ああ、まあまあそうっすよね、あれも手入れが。毎日毎日飲んでも掃除したらあかんのに、そんな毎日毎日ビール飲まんからな。まあだから、まあすごいわ。まあまあなかなかおもろい経験ですよ。いや、なかなか面白いですね。はい。それを何時間ぐらいですか、その職人が来とって握ってたんは。だからもう用意準備からやから、多分5時過ぎからやってんじゃん、準備して。だって組み立てなあかんから。はあ。機械も組み立てなあかんし、あの人らみんなそれやらなあかんから。で、大体それからせやな、8時ぐらいまでおったから。ああ、長いですね。3時間ぐらいはやっとったんちゃうかな。片付けて帰ったら8時半ぐらいちゃうかな、最後な。あれ、でも、あの機械が入るってことは、まあ、玄関とかも相当でかいですよね。まあ、無理やな。だって、普通の家であんな読んでやったら、お前、リビングをお前、機械すら、保険かもわからへん。普通の家やったら分からへんわ、あんな機械ですら。無理っすね。だからあれ、無理。5メーターぐらいですか、あれ。いや、分からん、そんな測ってないか分からんけど、まあまああんで。あんな回転寿司、だって、これもう店ですもんね。店やな、ほぼ店、ほぼほぼ店みたいな感じやな。うん。夢のような、なかなか。これ動画はこれで。はい。あれ、今手元にあるんですけど。まあまあやばいやろ。で、これも車輪も全部作ってきて、もうこう持ってきたってことです。そう。そらしや、そこはな。うん。あと、要は炙り持ってきた、炙ったりね、魚バーター、要は炙っとったわ。ああ、炙り系とかな、今作っとったわ。こんなんする家があるんですね。知らないところでは。まあ、あと、市民もそのうちご招待されて行ってきてください、どっかに。そうですね、ご招待していただけると。それかも、あなたが頑張って、あれぐらいやってください、大きな家を買って。あ、僕があれですか、招く側ですか。そう。それぐらい頑張って。頑張らんといかんですね。ぜひ、松山でやってみてください、それぐらいこと。ああ、目立ってしゃあないでしょうね、愛媛でも。なるほど。はい。いや、ぜひ、ちょっと、ああいうのあったら、ちょっと行ってみたいですね。だよね。まあまあ、なかなか、やっぱり楽しいね。もう、まあまあ、結構前からされてるんですか、なんか、頻繁に、ああいうのは。うん、たまに、パーティーをしたりしてますね、やっぱりね。やっぱりあれですか、パーティー好きな人多いですか。まあ、お金持ちは。好きな人ちゃうかな。いいなぁ、ね、やっぱりね、違いますよ、お金持ちはね、やることが。スケールが違いますね。違います。なるほど。いや、すごい、めちゃめちゃ面白い話聞きました。
まあ、値段がいくらするかは正直知らないんですけども、まあ、いろんな関係でいくらでやってもらってるのかは全然聞いてはないんですが、ぜひ興味ある方は皆さん聞いてみてください。はい、調べてみてちょっと何か分かったらあのコメント欄の方にコメントしていただけると僕も勉強になるんで。まあでも本当にね、いろんな社長さんいらっしゃってなかなか楽しい会だったので、はい、毎回毎回楽しませてもらっております。なるほど、それちょっともう、はい、あの時間あればまだ僕もなんか行けれるように頑張りたいと思います。はい。はい、ではこの動画があの面白いと思ったらぜひいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今日は終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。